はい、皆さんこんにちは、ニブロ塚本です。今回はですね、ライブとかやってて一番、なんていうんですかね、質問の回数が多い、クランクベイトに、どんなリールが合うかみたいな、でそういう質問をねたくさんいただくん で今回は自分が、今までに、使ってきたベイトリールの数々を紹介したいなと思います。十数年前ですかね、僕がメインで使ってたのが、このメタニウム、MG ですね、07メタってやつなんですけれども、でこれを使う前っていうのは、結構いろいろ使ってたんです。こういう丸いやつで、こういうピカピカのやつとか、いろいろ使ってたんですよ。でこれらの特徴っていうのは、結構ねギア比が低いんですよ。いわゆる、5.8 とか5対1とか、そういうハンドルひと巻きで多分ね60センチじゃないです、58センチとかで、それぐらいの、今でいうローギアっていうやつですね。でその手のやつでやってたんですけれども、でなんかどうもちょっと違うなと、特に自分はグラスロットを使ってクランクベイトをやることが多かったん であんまりそのロットが吸収しちゃう、プラスなんかギア比が遅いみたいなのって、なんかこうちょっとやりにくいなっていう、感度が悪かったりとかで、そういうのもあって、でその当時一番気に入って使ってたのが、だいたいハンドル1回転66センチ65センチ、なんかそれぐらいなんですよね。よくねギア比だけで見る人いるんですけども、ギア比の問題じゃなくって、ギア比とそのスプールの径ですね。これでハンドル1回転一巻きで何センチ引っ張ってこれるか、これがねスピードになります。だからどんなにこう速くてもスプールがちっちゃければ、それほど速く来ませんし、逆に、ハンドルの回転数じゃなくてギア比が低くてもスプールがでっかければそれだけたくさん巻いてきますんで、ハンドル一巻き何センチかみたいな。最近はねリールメーカーも結構ねこういうところに表記してあるやつが多いんですよね。ハンドル一巻きで何センチ巻けますよみたいなのを、表記してあるのがあるん でそれを選ぶようにしてます。で、このリールがね、メインだった理由の一つに、やっぱりこうね巻き感度がすごくいいんですよね。ルアーをこう引っ張ってくる時のこのブル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 っていう感触が、すごくこう伝わりやすい。でそれに対してこういう、いわゆる力の強いやつっていうのは、力が強いがゆえに、引っ張ってきすぎちゃうんですよね。例えば障害物にこうルアーがこう泳ぎながらこう当たってくるわけじゃないですか。でその当たってくるの関係なしに巻いてきちゃうんですよ、力が強いから。でコツ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 コって魚がこうハムッとこう加えても、もうちょっと分かりづらいというか、竿がこうギューッと曲がってって、なんか重いような気がする、でも負けてきちゃうと竿がギューッと曲がって、あれ魚かな、どうかなって、ああ魚だったみたいな、そういう経験することが多かったんですけれども、で65センチぐらいのちょっと早いやつに変えて、でちょっと軽めのリールに変えて巻いてくると、こうあ今立ち木に当たったなと、あこれウィードだなとか、ここは泥底だなとか、そういうのが結構分かるようになって、で魚のこう当たりも分かりやすいっていう。で、もっともっとその例えば速くしちゃえば、それだけ7対1とか8対1とかって上げちゃえば、でもっともっとねその感度が上がりそうな気がするんですけど、それはそれで今度ルアーの巻き抵抗が重くなっちゃうんですね。その分だけうーんって巻かないといけないんで、その分だけこう指に力がかかってぐいぐい巻いてるから余計分かんなくなる。もうガガ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 って言ってて余計分かんない。だから竿をあんまり硬くしすぎると、かえって分かりにくいよっていうのと同じで、で、ロッドでこう吸収しながら、でルアーもある程度引っ張れるけれども、ある程度巻き感もあるよみたいなっていうところが、多分、自分の中では65センチ前後ぐらいがいいかなと思ってやってました。で、このリールを、使った後は、ですね、こっちか、アブの、ALT っていう、これ非常に、バランスのいいリールだったんですね。で、これがすごく好きで、これ 6.4 対1ぐらいなんですけれども、これも、
まあまあスプルの大きさもあるんで65センチ弱ぐらいかなっていうところでよく使ってました。でこの後にあのパワークランクっていうのがね出たんですよ。でこのリーボのパワークランク6っていうやつがあるんですけれども、でこっちもまあ同じぐらいの巻き取り数だったんですけど、ちょっとねこのあのスプールのね、ここ見えますかね、スプールの、ね、幅がねこちらの方がちょっと広いんですよ。でまあまあ別にその広いからどうこうって話じゃないんですけども、その分だけ広くなった分だけこのレベルワインドが近いんで、でそうするとこうレベルワインダーが一番端に来てる時にラインがこちら側からこうビューって出ていく時ってすごい角度がついちゃうんですよね。だちょっとその投げる時にそのレベルワインドの位置 でちょっとこう安定しないところがあって、でそういうのもあったのあって僕はこの LT の方がなんかバランスがいいなと思ってよく使ってました。でそういうのをその解消してきたのがこのダイワのこの TWS っていうこのシステムですよね。でこの初代タトゥーラもね僕好きで使ってたんで、この初代タトゥーラはこの TWS がもっとでかいんですけども、でこれによってラインがどこの位置にあってもレベルワインダーがどこの位置にあっても端から端までラインがこう出ていくのが非常にスムーズに出ていくと。でこれはのメーカーによって結構あの特色が違ってて、例えばシマノとかだったらあの中のこのスプールのこのスプールとレベルワインダーの広さをこう結構広く取るんですね。でそれによってその角度があんまりこうきつくならないようにっていうの措置を取ってるんですけど、その分だけやっぱリールがねちょっとこう前にこうノーズがニョンって長くなってきちゃうんですよ。でそうするとこの指の当てる位置とかがなんかこうちょっと収まりが悪くて、ここがあんまりこうワイドに開いてるのが僕はあんまり好きじゃないので、でそれであんまりこちらを使わなかったっていうのがありますね。だからタトゥーラはのシリーズは非常にそういった意味でもバランスもよくまとまってたなと思います。未だにやっぱタトゥーラジリオンなんかはよく使えますね。でまあまあそんな遍歴もあって今、どれを一番使ってるかというとこのスティーズ A ですね。ダイワさんのスティーズ A ってやつを使ってます。でこれは、ノーマルじゃないや、そのスティーズ SV ってやつになるともっと多分軽量なやつあるんですけれども、このA っていう、アルミフレームの、ちょっとこう、ハウジングがしっかりしたモデルですね。で、これがね、非常に、僕は巻き物やるのに、巻きやすいなと、結構巻き感もしっかりしてるし、あんまり軽すぎず重すぎずみたいな。で、非常にコンパクトで握りやすく、でその、こうサムレストの収まりも非常にいいん で、これが非常に今気に入って使ってるやつですね。で、これ普通に売ってるその A じゃなくって、実はこれ自分でこのフレームにこのギア比でこのハンドル調でみたいなものをこの選びたかったんで、で SLP ワークスのセミオーダーシステムがあるんですけども、そのセミオーダーで頼んでますね。で今やってるのはまあこれとちょっと全く同じやつとかも持ってるんですけども、あのスティーズ A のベースで、でスプールは実はこれですね、1012 G1 っていうマグフォース Z のスプール、 SV スプールとかもいろいろ試してみたんですけれども、この1012G1 っていうこのマグフォース Z のスプール12ポンドで100メートルぐらいかな。で、これがすごくね、使いやすい。実際巻いてるのは14とか16巻いてるんで100メートル巻いてないんですけれども、で、その分だけこう立ち上がりも良くって、シャローをポンポン打っていくのに軽いものから、まあ、ミドルサイズのクランクベイトまでかなり幅広く、投げやすくて飛距離も出る。SV、34mm ぐらいのスプールだと、なんか SV だとなんかブレーキちょっと効きすぎて、で、もっと重いものを投げるんだったらいいでしょうけどね。で、クランクのその、まあ、ちっちゃいところをミドルサイズを投げようと思うと、ちょっと SV だと 34mm だと効きすぎるなと。で 34mm だったらこのマグフォース Z 1012のマグフォース Z のスプールが非常にバランスがいい気がしています。なので、僕の場合は、それを選べるっていうシステムがあるので、SLP ワークスの、セミオーダーでこのスプールでこのギア比でみたいな感じで、オーダーしてるものになりますね。
これ非常に今気に入ってます。で軽いものとか、まあ、そのもっとこうちっちゃいタイニークランク系とかをメインでやってるロッドとかだったらこの絵もなかなかいいですね。あの去年から使い始めたやつなんですけども、シマノさんの、SLX32mm かなスプールが。で、ちょっとこう、回転、立ち上がりとかも軽くていいので、あんまりミドルサイズのちょっと大きいやつっていうのはそんなに投げてないんですけども、ちょっと軽めのやつをちょい投げしていくのに使ってる理由ですね。ただまあまあ、ほとんどはこれを使ってます。スティーズ A ですね。1012G 番スプール。これは非常にいいリール流なので、今ほぼほぼメインのクランキングリールになってます。まあそんな取り留めのない話でした。